こんにちは。ここは日本の首都東京にある日本テレビの大屋根広場。僕たちはこの場所から毎日子どもたちと一緒に天気を分かりやすくお伝えしています。隣にいるのはそらジロー。もう10年以上僕と一緒に天気予報を伝えているんだよね。ねえそらジロー、昔に比べて記録的な暑さや大雨が増えたとは思わないかい？近年も台風によって日本各地で大きな被害が続いているよね。ここ東京でも局地的な豪雨が発生したり、あられや雹が突然降り出したりすることが増えているんだ。これらにはさまざまな原因があるんだけど、その一つは地球温暖化と言われているんだよ。これは東京都心の平均気温の変化を表したグラフですが、東京都心ではヒートアイランド現象の影響も重なって100年間で3度以上も上昇しているんだ。このまま温暖化が進むと2100年には東京でも夏の最高気温が43度くらいになってもおかしくないということです。この気温は現在のパキスタンやサウジアラビアといった国と同じくらい。地球温暖化はこのような異常気象を引き起こすだけではなく、美しい景観までも変化させてしまうかもしれないんだ。東京からも眺めることができる日本の象徴、マウント富士こと富士山。2013年に世界文化遺産にも登録されたよね。この富士山にも温暖化の影響は及んでいて、山頂に積もった雪により白い帽子をかぶったように見えるこの慣れ親しんだ景色が将来見られなくなってしまうかもしれないんだ。他にも山頂の凍った土が溶けてしまうことで富士山の形そのものが変わってしまう恐れもあると言われているんだ。もちろん富士山だけじゃない。日本を代表する花桜だって、冬の気温が上昇することで咲かなくなってしまったりと、日本らしい四季折々の風景がなくなってしまうかもしれないんだ。東京、東京。ところでそらジロー、来たる2020年ここ東京ではオリンピック・パラリンピックが開催されるよね。その東京2020大会でも温暖化への対策も考えられているんだ。現在建設が進められている新国立競技場、この建設には新たにスタジアム周辺の森林整備を行ったり、建物や内装などに木材を有効的に活用したりと、温室効果ガス削減のための取り組みがなされているんだ。そしてオリンピックといえば何といってもメダルだよね。東京2020大会ではみんなのメダルプロジェクトと題して、全国民を対象に使用済み携帯電話やパソコン、デジタルカメラなどを回収し、その部品からメダルを製作するリサイクル率 100% を目指す史上初の試みを行っているんです。オリンピック・パラリンピック金・銀・銅メダル合わせておよそ5000個を製作する予定なんだ。僕たちがいらなくなったものが選手のメダルに生まれ変わるなんてすごくワクワクするよね。世界で進み続ける地球温暖化、特にこの3年間世界の平均気温は過去最高の値を更新し続けているんです。パリ協定にある気温の上昇を2度未満に抑えるという目標を達成するには温暖化対策が急務となっています。東京オリンピック・パラリンピック、そして毎年多くの観光客が訪れる富士山などを通じて、世界中の人々に温暖化をもっと身近な問題として発信することができるかもしれません。世界が一丸となって地球の未来を守るために行動していきましょう。えい、えい、おー。